言葉漢字の形と音意味同じ部分で同じ音次の3つの文で四角に9の字が入るのはどれでしょうか1怪我人は無事に救助された2 プロ野球のリーグ戦が始まる。3、我々の要求が認められた。9が入るのは3の分です。1には9、2には9が入ります。9、9、9は 漢字の形に着目すると Q の部分が共通しています。また、どれも Q と読みます。このように同じ部分を持つ漢字は音も共通する場合があります。1. 次の各文の四角に当てはまる漢字を か,っこから選びましょう。どの部分が共通でどのように読みますか ?1 文化を伝承する皇帝の桜が開花した蒸気機関車が貨物列車を引っ張る 2細心の注意を払って手紙を清書する冷静な判断で物事に対処するあの青年は銀行に就職した晴天なので臨海公園に出かける 3降雨量を測定する規則に従って行動する箱の側面に名前を書く同じ部分と意味同じ部分を持つ漢字は意味の上でつながりがある場合があります 行人弁。行くことや道などに関係のある漢字に使われます。役所と駅の間を徒歩で往復する。母は恩人を招待し、得意料理を振る舞った。 裁判官は法律に基づいて判断する。肉好き。元は肉で体に関係のある漢字に使われます。脳、心臓、腸、肺、胃、 に次の部分を持つ漢字を集め、部分が表す意味を考えた後、漢字辞典で確かめましょう。うかんむり。上から屋根をかぶせた家の形を表す。家の種類や状態など、広く住まいに関係した字を集める。手編。 手や手の動作に関係した字を集める。立身弁、人の心に関係した字を集める。立刀、刀、刃物、また刃物で切る、刺すなどの動作に関係した字を集める。